はい、でこの動画では、太ももの後ろ側を伸ばす、ジャックナイフストレッチというやり方についてお伝えの方をしていきます。でこの太ももの上のストレッチは、いろんなストレッチありますけど一番しっかり伸びるストレッチになります。ただちょっと難しいストレッチになりますのでちょっとやって痛みの出る方であったりとかあとちょっと膝の悪い方ですねなんかはちょっと負担になったりしますので自分の体の状態を見ながらしっかりとやるようにしていただければなと思います。はい、では早速やり方をお伝えしていきます。はい、まず膝をこう曲げていただいて手でかかとを持ちます。でかかとを持ったままでこの胴体と太ももの前これが離れないようにしてお尻の方を上げてきます。こうするとこの裏がしっかりと伸びます。この状態で10秒から15秒ほど姿勢を維持です。この時にここが離れてしまうとしっかり伸びなくなるのでしっかりかかとを持ってでつけたままでお尻だけ上げる。こうして後ろを伸ばすようにしてください。はい、でこちらが、太ももの裏のジャックナイフストレッチのやり方になりますのでぜひ、太ももの裏が硬い方は実践していただければと思います。はい、それでは以上になります。動画をご覧いただき本当にありがとうございます。